Hey guys, I'm Arisa Nanase. Thank you for watching my videos. どうも、ナナセアリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はストレミライン体験の3回目、そして毛穴対策についてお話しようと思います。で、顔の毛穴だけじゃなくて、まあ、体の全体、例えば腕とか背中とかにちょっとニキビができやすかったりする人いませんか？足とか、そう、あのかかとの乾燥とか、そういうね、もう毛穴対策って上げたらキリがないほどいっぱいあるんですね。あの毛穴がこう詰まることによって、やっぱりそうニキビができたりとか、あと肌がこうターンオーバーって言って、この28日間でこう入れ替わる、それがうまく機能しないと、あの肌がどんどん硬くなってしまったりとか、あとは汚れていってしまったりとかっていうことになってくるんですね。で、そこで何が大事なのかって言ったら、まずピーリングって言って、その古い角質をこう落としてあげることが大事なんですけれども、ピーリングだけでもね、あの肌が弱ってしまうんですよ。で、保湿っていうのがすごく大事で、今回すごくそれを実感しましたので、その紹介をいたします。1回目の動画ではストレミラインについて、2回目の動画では、かかとのガサガサケアについてお話ししたんですけど、今日3回目、3ヶ月間使ってみました。ストレミラインがですね、あの結構保湿成分とかが入っていて、どこでも使えるのがいいですね。なので私は1ヶ月目の時は本当に、あの足のプツプツ対策、毛穴対策とか、あとかかとがすごく乾燥してたので、かかとに塗ったりとかしてたんですね。なので、あの今年の冬、なんとかストレミラインでかかとを乗り切った感じですね。で、足のブツブツに対しても、あの結構こう塗り忘れてたところとかだと、まあね、残ったりとかしたんですけど、そういったところが綺麗になってきて、割と、あの夏に向けてね、美脚対策ができたかなと思います。途中で気になった腕のブツブツも3週間ぐらいでこんなにも変わりました。この腕のところにね、ちょうどこうニキビというか、なんかプツプツになってしまったので、そこもね、直したいなと思って、あ、使ってみようと思って使ってみたんですけど、すごかった。これはですね、腕のところは3週間ぐらい使ったんですけど、もうだんだん良くなってきて、別に特にそのニキビの薬を塗ってたわけではないのに、まあ、ストレミラインだけで十分こうだんだんこうスベスベになってきたので、ちょっとマシになってきましたね。ということで、非常に全身どこでも使えるので、そういった点ではすごくコスパがいいと思います。はい、気になった方はぜひ、あの下記説明欄に URL 貼ってありますので、見てみてください。いや、そんな感じで、ストレミライン体験記、ぜひ皆さん一から見てみてください。See you。 ドキドキライブという無料のアプリで生放送始めました。みんな見に来てね。更新情報が届くチャンネル登録はこちらのアイコンをタップもしくはクリックしてね。 Subscribe please。法人様限定で講演依頼も受付中、詳しくは説明欄にて。